ようこそトップランキングへ。人と動物の関係とその歴史は誠実で心温まる友情の話でいっぱいです。しかしそのほとんどがペットとの友情物語ですよね。ところが実際には野生動物との間に生まれた友情も存在するんです。今日これから皆さんにお伝えしたいテーマはまさにこの野生動物と人間の間に生まれた深い絆についてです。それじゃあ始めましょう。ウルフマン。イギリスの自然主義者ショーン・エリスは家族と同じぐらい狼を愛してやまないと述べます。そんな彼が狼に興味を持ち始めたのは1990年のこと。彼は狼と出会いすぐに心を奪われてしまいました。ショーンはまず2年間野生の狼の群れと生活を共にし彼らの振る舞い方を学びました。その後2005年にはハンターによって両親を殺された3匹の狼の子供を育てることになりました。それからというもの彼がリーダーとなった群れは大幅に増加していきました。現在ショーンはウルフセンターを運営しながら狼との付き合い方の講義を開いています。ショーンが自分の群れに近づくと群れはすぐに彼を受け入れます。狼は芝生の上で寝転びながらショーンと戯れるのが好きでこの時ばかりは猛獣もごく普通の犬のように喜びを表現します。虎の母親。アメリカ人のジャニス・ヘイリーは自身のことを虎の母親と呼んでいます。そんなジャニスの家の庭にはなんと2匹のベンガルトラ、メスのジャンダとオスのサベールが暮らしているんです。彼女は2頭のゲージに入るだけでなく長時間も腕の中で寝たりさらには鋭いかぎ爪を持った足を撫でたりしています。それどころかジャニスは実の娘が虎とハグすることを許しています。そんなヘイリー家のもとに最初の虎が来たのは20年前のことでした。当時ジャニスの夫は野生動物に携わることを決心し彼女は彼女でオフィスワークに疲れていたことがきっかけでした。そして最初のペットが死ぬと2002年にジャニスはジャンダを、そして2007年には当時まだ生後2週間だったサベールを購入したのです。小さな男の子と巨大な友達。アジアの国の子供たちはよくペットの代わりにヘビと遊びます。これからご紹介するのは2012年に世界的に有名になったカンボジアの村に住む少年と彼が最も信頼を寄せるニシキヘビチョムランとの友情物語です。チョムランはクメール語で幸運を意味します。この男の子の父親によるとヘビが最初に家にやってきたのは男の子がわずか生後3ヶ月の時だったそうです。彼は体長 0.5 メートルのニシキヘビがベビーベッドにいるのを見つけると殺さずそのままジャングルに放ちました。ところが次の日もニシキヘビは男の子の隣にいたのです。この時も父親は同じようにジャングルにヘビを返しました。それでもヘビはまた戻ってきたので父親はヘビを家で飼うことにしたんです。そして現在に至るまでヘビはウォールン・サンバット君と常に一緒です。村の住人はこの二人の間には友情がありヘビはきっと幸運をもたらすと信じています。そしてサンバット君自身はチョムランを実の姉のように慕っていると話しています。ペリカンとの友情。この男性は大嵐で仲間の群れとはぐれてしまったペリカンに魚の捕り方を教えてあげました。このペリカンは一人ぼっちだったところサファリパークの職員によって助け出されたのです。男性はこのペリカンにまず飛び方を、
次に魚の捕まえ方を教えました。というのも、ペリカンは群れで暮らす鳥のため、通常仲間のやり方を見て魚の捕まえ方を習得します。しかし、このかわいそうなペリカンは誰からも教わることができなかったのです。そのため、海岸キャンプのマネージャーだったジェフが毎朝ペリカンをカヌーに乗せ、自分で餌が捕まえられるようになるため訓練したのです。ライオンとの友情。69歳のフリッキー・フォン・ソルムスは、なんと南アフリカに生息するライオンの世話をしているんです。かれこれ11年もの間、フリッキーはアフリカ生まれの温厚で心優しく人間好きのライオンのザイオンを育てています。ザイオンはシンバという捕獲された母ライオンから生まれました。しかし、父ライオンに殺される恐れがあったため、母ライオンから離されました。そしてザイオンはフリッキーの元で生活するようになり、心優しい性格に育ったのです。ザイオンは耳障りな音が嫌いなので、フリッキーは一緒に散歩するとき裸足で歩くことにしています。この二人は強い絆で結ばれているため、寝るときのベッドも一緒です。散歩するとき、ザイオンは時々フリッキーに尻尾をつかませてくれることもあります。確かにライオンは危険な動物です。しかし、フリッキーとザイオンの固く結ばれた友情を見ていると、それが必ずしもそうだとは限らないことがわかりますね。ジムとジンボ。1100万人によって視聴されたビデオクリップの主役は、59歳のジム・コバルチックさんと22歳のジンボです。ジムは怪我をしていた子グマのジンボを700キロの立派なコディアックヒグマに育て上げ、二人は固い絆で結ばれた友達となったのです。ジンボやジミーで親しまれているこのクマは、施設にいる11頭のクマのうちの1頭で、ニューヨークから北に車で2時間ほど離れたところで生活しています。この11頭は当時赤ちゃんだった時に怪我をしていたため、野生で生活できないと判断されました。この施設のリハビリセンターにいるクマは、人間によって幼い頃から育てられたため、ジンボのように人懐っこい性格をしているのです。仲間。妻に先立たれ、一人で暮らしていた71歳でブラジル出身のジョアン・ペレイラ・デ・ソウザは、パタゴニアの自宅付近の海岸でマゼランペンギンを見つけました。ペンギンは原油まみれで、死の危険が迫っていました。ジョアンはペンギンの体についた原油をきれいに洗い落とし、餌を与え解放しました。そしてそのおかげでペンギンはすっかり元気を取り戻したのです。ジョアンがペンギンを野生世界に返そうとしましたが、ペンギンはジョアンから完全に離れることはできませんでした。そうしてこのペンギンは毎年6月になるとジョアンを訪ねるようになり、2月まで彼の元で過ごすようになったのです。私はこれまでこんなに人間に懐いてくれる動物を見たことがないよ。しかもこのペンギンはどこで話しても間違いなく私のところに戻ってくるんだと、ジョアンは話しています。この二人は仲が良く、半年もの間ビーチを散歩したり泳いだりして一緒に過ごします。今では地元の住民がディンディンというこの名前のペンギンは村の守り神だと思っています。さて、今日はここまでです。いつも視聴してくれてありがとうございます。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。皆さんも今日のストーリーのように、友達そして友情を大切にしてくださいね。それじゃあまた今度。さようなら。